羽ニ蛍光向武人は、東京国立博物館が所蔵する甲冑をまとい、武装した六世紀代の人物継承羽ニである。古墳時代の羽ニとして、初めて国宝に指定されたものであり、2020年9月30日に、渡抜き館の山古墳出土羽ニ群軍が国宝となるまでは、唯一の国宝羽ニであった。羽ニ蛍光向武人は、 東京国立博物館での展示資料名であり、国宝指定名称は、埴輪武装男子立像である。傾向の武人となる場合もあり、武装人物埴輪または、武人埴輪とも呼ばれる。群馬県大田市飯塚町の長良神社境内で出土した。出土状況など詳細は不明だが、1952年5月29日付で、東京国立博物館が、 個人所有者から購入したという。また、破片の接合や欠損部への石膏の補填は、博物館が購入する前に行われていたようで、同年以後の修理記録は存在しなかった。1958年2月8日付で、重要文化財に指定、1974年6月8日付で国宝に指定された。その後、修理箇所が、 経年劣化してきたことから、2017年から2019年までの2年間、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの文化財保護プロジェクトから助成金を受けて解体修理が行われた。古墳時代後期の武器、武具が巧みに表現されており、当時の東国武人の武装の様子を知ることができる貴重な広告資料である。蛍光武人の装備この葉庭は甲冑に身を固め、 たちと弓矢を持ち完全武装した人物を表した全身立像である造工は130.5センチメートル最大幅39.5センチメートルで脚部に白色赤色の顔料が見られ彩色されていたとみられる頭部に頬あたりシコロのついた昇格付け兜を被り胴には小座根を脅し体の前面で引き合わせ 草釣りが一体となった小金鎧をまとっている。膝にもい立てと見られる小金製防具を巻き、すねにも小金製のすねあてをつける。肩甲をかけた両腕には小手をつける。左腕には小手の上から友を巻き、左手には縦向きに弓を持っている。右手は立ちの柄にかけられ、抜刀するような姿勢である。背中には小さめに表現されているが、矢尻を上にして、 矢を収めた遊戯を背負っている。埴輪蛍工部人頭部に昇格付け兜状の突起の付いた兜をかぶり、頬あたりをつけ、上半身に蛍光を着用。手には手の甲を守るため小手をつけている。左手で弓を持ち、右手を太刀の柄に置き、抜刀の構えを取っている。兜の背面にしころがつく。甲の上から矢を収めた遊戯を背負っている。 草刷りは銅と一体化している。膝に這い立て、すねにすね当てを着用して、下半身を守る。正面および背面には、蝶結びのなされている箇所が10箇所に及んでおり、甲の着装は紐を結んでなされていたことがわかる。小座猫は、右奥身となるよう引き合わせて結んでおり、膝甲とすね当ては、後方で紐を結んでいる。肩甲の下には短い袖が表現され、 素肌に小手をはめている。装着している兜は、船のへさきの昇格のごとく前方部が突出する昇格付け兜で、縦長の鉄板を並べて秒止めとした縦新広板病流昇格付け兜に類似しており、これは5世紀以降流星する昇格付け兜の中でも、大陸系甲冑の技術と衣装を取り入れて6世紀代に出現したものである。 千葉県木更津市金霊塚古墳や、群馬県前橋市三王金館塚古墳、道県藤岡市諏訪神社古墳などで実物の湿度が知られる。顔面を覆う方あたりは、鳥取県鳥取市の市津六号墳出土例や、2012年に群馬県渋川市の金井東浦来石で発見された火砕流に巻き込まれた、甲を着た古墳人が所持していた昇格付け兜の方あたりなどに、 類例がある。東アジア地域で広く普及した大陸伝来の小座猫を身につけ、当時としては最新の甲冑で全身を固めているが、長久を取って立ちを履き、伝統的な弓具である弓を背負う井手立ちは、弥生時代以来の伝統的な武装であり、日本列島独自の武人の姿を示している。他の武人派はと比較しても大ぶりで、極めて精巧な作りであり、 人物埴輪の中でも熟練の工人の手による優れた作品とされる。本埴輪が出土した大田市周辺では同様の特色を持つ優れた無人埴輪が数体出土しており、この地を拠点とした埴輪制作集団の存在が想定される。人物埴輪群像について形式学的研究を行った塚田領道の分析によれば、 これらの武装して、腰に廃用したたちの鞘を左手で押さえ、柄に右手をかける、腰に廃用したたちに右手をかけ左手に弓を持つ、左手に弓を持ち、右肩に食いを下げるという一連の小作を示した。前進、半進立像の一軍は、埴輪群像内の中心をなす人物埴輪を守る、近所、敬語といった職象の人物を表したものと結論づけている。 本、埴輪が重要文化財に指定されたのは1958年2月8日、国宝指定は1974年6月8日である。所有者は、独立行政法人国立文化財機構、保管施設は東京国立博物館である。武装男子立造天理大学、付属天理参考館像を東京国立博物館像、埴輪ワ傾向部人に非常によく似た。 無人刃庭は関係に復元されたもので4例、破砕資料で1例が知られ、そのいずれもが、群馬県の出土である。群馬県大田市予両田町、与両田37号分出土群馬県大田市、出土田、群馬県伊勢崎市安堀町出土群馬県大田市内、出土群馬県伊勢崎市豊城町横塚出土ただし、関係復元されたもののうち、 アメリカ合衆国内の博物館が所蔵している。資料は、伊勢崎市安堀町出土と伝わる、国立歴史民族博物館所蔵品の破片の一部から、復元された、同一の個体である、可能性が考古学者の杉山晋作から指摘されている。埴輪系傾向部人と、同類系の武装人物埴輪は、全国的に見られるが、方当たりがない昇格付け兜を被る。 昇格付け兜ではなくまびさし付け兜を被る半身立像である兜の方あたり上部に脇立ち状の装備がつくなど若干の相違があるものもある。埴輪傾向武人は2020年9月までは埴輪として唯一の国宝指定資料であり、同じく東京国立博物館が所蔵する埴輪踊る人々と並んで高い知名度を得ている。 1976年発行の200円切手のデザインに採用されたほか NHK 教育テレビで放送されていた大いワニマルのメインキャラクターハニマルのモデルにもなった。また、1966年公開の映画大魔人のモデルとなったことで知られている。なお、映画に登場する大魔人が装備している昇格付け株とは、 カブトの両脇に付属する方あたりを反転させたか、あるいは脇立ちと見られるパーツが、カブトの頭頂部を超える高さにまで伸び上がっているが、実際に、このような表現のある埴輪としては先に挙げた群馬県、北群馬郡新東村高塚古墳出土例や、伊勢崎市、赤堀出土例などがある。ありがとうございます。